いいんだ。カナダから来ました。はあ、確か名前は長谷川蘭が17歳、国籍カナダ。そうですか。時給良かったんだけどな。おい、あ、なんだよそれ、1ミリも進んでる。うん、バイトならやります、やります。だ、もうちょっと俺の言うこと聞けよ。前のだ。とにかく先にゴールしたやつが勝ちだ。そして決闘するやつは必ず何かかけなくちゃならない。最高だってさ、最高。これが大丈夫だよ。ちょっと違うけど、なんとなく似てる。タイヤがついてるんだった。やっぱりこの感覚似てる。